やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。皆さんこんにちは、ビラ改正の高橋です。こちらのコーナーでは私たちと一緒にビラ改正で過ごす利用者様の様子をお伝えします。ビラ改正ではコロナウイルスが流行ってから面会ができなくなり、ご家族と今までのように会話をしたり外出することが難しくなってしまいました。このようなラジオ収録の機会をいただいたので、入所されている方の元気な声を今日も届けていきたいと思いますので、今週もよろしくお願いします。お達者クラブフレンズリレーの時間です。今日は入所されている方お二人に登場していただきます。ではご挨拶をお願いします。はい、いや突然でびっくりしたんですけども、挨拶ですね。はい、お名前と年齢を、はい、時田美久です。現在83歳です。6月で4です。はい、生まれは、出生地は幕別町2です。ありがとうございます。詳しい本籍は13番、現住所は1番。はい、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ宮部さん次お願いします。はい、はい、お生まれから言うの、あ、お名前と年齢、はい、はい、宮部美代子です。年齢は84です。お、はい、はい、見えないですね。はい、出身地はいいの、お願いします。はい、中札内村東そったです。はい、はい、今日はよろしく。昭和11年11月1日です。はい、それから大丈夫ですよ。今日一日ね、よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、はい、お願いします。はい、でもね、なんかテーマがあった方がいいかなと思って、今日はお二人の今年度の目標を聞いてみたいなと思っております。いや、困ったね徳田さん。先に、はい、まあ今は健康なんですけど、うん、これを維持して、困ったね、うん、本読んでんです。あ、なるほどなるほど。いや、本読んで、文章書いてます、うん、毎日、はいはい、僕は過ごしてる様子を知っているのであれなんですけど、本当にもう知らないことないんじゃないかってぐらい何でも知ってらっしゃるようなところでね、本当にいつもいろんなことを教えてもらってるんですけど、最近どんな本、歴史ものこんなに引き出しなくて入っちゃった歴史もの、はい、歴史詳しいですよねっていう、はい、ものすごい知識量なんで。そっか、なるほど。まあそういう風にあれですか、頭使うのもやっぱり健康にいいみたいなところって、なんかこう気にしてるところってあるんですか。それはね、うん、よくするためじゃなくて好きでやってるんですね。なるほど。裏を返せば好きなことをするっていうのが、はい、
やっぱ健康にいいっていうようなところで、歴史大好きなんです。うん、なるほどですね。なんですけど、うん、まだいいですか。いいですよ。織田信長って言いますね。はい、あれ、あの本能寺でね、明智光秀に殺されたんだけど、はい、明智光秀と私の妻の姉と関係あるんですよ。すごい、はい、そうなんですか。つゆ子の姉に、はい、土岐正人っていうの、総空に明智光秀生まれた時は土岐って言ったの。うん、そうだ。まあ、それやめましょう。やめましょう。いやいや、でも本当ね、それがね、そうですね、そこでダジャレが入ってくると思わなかったか、今ちょっとその人がどぎも抜かれちゃった。昔平家の落ち度ってみんな、うんうん、その土岐っちゅうの今いる人のじいさんのじいさん、北海道にね、清水の熊牛に開拓に入った。うん、熊牛は分かります、はいはい、じいさん、親父さん、おやさん酒飲んで超加減やって、長男がね、はい、学校の教師で北海道教職員の院長で、うん、全国の総評ってね、今の連合みたいなところの幹事やったんだけどね、はい、次男がお医者さんなんだ、精神が札幌のね、うん、それ二人とも大学出て、今姉の旦那が三男なんだ、100歳やったって。そしたらね、私人事課にいて、はい、100歳辞めたいから受けたい、もう農家やったからね、中学校しか出てん、うん、自衛隊だってやってね、事務職でもかんだけど、ね、嫌だっちゃうの、うん、心で一緒になんか一緒に働いたの。あ、なんかね、そうやって僕も昨日知りましてですね、お二人が同じところで働いてたっていうのは、まってね、この人も課長だったの。なるほどなるほど。いや、その義理の兄弟も私一緒に働いたの。はい、お二人ともこうもともとね、同じところでお仕事をしてたって、ここで偶然顔を合わせたわけじゃないですか。ここで偶然だった、はい、見た瞬間に分かりました、お互いに。いや、吉田いやー、すごいですね。なんかやっぱりね、学校給食ってね、うん、帯広は一箇所で作るんですよ、うんうん、全小中学校のね、うん、全食一箇所で、これは、ね、うん、日本で一番大きいんですよ。うーん、と職員70人ぐらいの、うん、臨時入れてね、はい、ね、大変な職場なんです、うん、なるほどね、はい、そっか。まあこんな感じできっと時田さんの引き出し開けていると、ずっと引き出しどん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 いろんな話出てくるんですけど、うん、ちなみに宮部さんはね、時田さん行くとこ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 いるんだ、ね、なんか縁なんですね。またここ行きて、うん、なるほどね。偶然だよね。じゃあ宮部さんの今年の目標ってあえて言うとしたらどんなところでしょう。私やっぱりね、子供に迷惑かけないようにね、うん、自分の体を気をつけていくことが一番。なるほど、うん、ちなみに健康の秘訣みたいなところはあるんですか。やっぱり自分でね、食事考えて、うんうん、食べ過ぎないようにしたり、うんうん、なんかこう昔からね続けて食べてるものとかあったりするんですか。いや、ないよね。だからやっぱりね、私調理師の資格は持ってるから、はい、でも自分で一人するときはね、食事は気をつけて食べてるから、うん、なるほど。まああまり食べ過ぎるとね、うん、良くないっていう風によく、うん、聞くんで、まあある程度ね、施設でご飯出てくるんで、うん、管理されたカロリー計算されたご飯は出てくるんですけど、はい、まあそういった心がけがね、お二人のこの元気さを保つ秘訣なんだなっていうのが今日、はい、聞いててすごい伝わりました。ありがとうございます。はい、はい、終わりだね。今週のお達者リクエストです。今日は時田さんのリクエスト曲ふるさとです。この曲には
どんな思い出があるんですか？私のふるさとは名前の通り与田って言いまして、あの与田っていうのは十勝帯広開拓者の与田弁蔵にちなんだ地域なんです、うん、与田弁蔵歌もいっぱいあるんですけど、うん、京大学出て教員やったんだけど、いずれでね、これではもう足は終わりだからして、北海道を探して、はい、他の地域っていうのはあの国のトンデン兵制度っていうのがあったんだけど、十勝はトンデン兵っていうのがなかった、うん、それで江戸弁の十勝に目つけて帯広を選んだ。帯広と、うん、帯広に今与田町ってあるんですよ、うんうん、ありますね。隣に薩摩にも与田、アカシアのあるところも与田だったんですよ。上の高台今も与田ですから、あの温泉、はい、あれ与田ですから。まあ、そうなんですね。アカシアも、はいはい、与田でないですか。細川吉松さんはあの坂の下だった、うん、吉弘さんのおじいさんね、はいはい、それの、 あの与田でも私の方はね、帯広に一番近くて、うん、西は清和っていうところなんですよ。そこがふるさと。なるほどですね。はい、ああじゃあその一あの与田弁蔵は戸別の豊田水田開発やった一時あの住所ね与田にあったんです、うん。その家から2キロぐらい横に私の家、うん。はい。そこがふるさとっていうところですね。はい。はい、ありがとうございます。ではお聞き。ください。はい、時田さんのリクエスト曲ふるさとです。博愛会からのお知らせです。健康で生き生きと人生を楽しみたい、誰もが抱くその願いを実現するには病気の早期発見早期治療だけではなく健康の保持増進を図るために定期的に健康診断を受けて自分自身の体を知ることも大切です。40歳以上75歳未満の方が対象の特定健康審査の受診券をお持ちの方は生活習慣病やメタボリックシンドロームに着目した健康診断なので活用してみてはいかがでしょうか。海生病院健診センターでは健康診断に関するご相談やご質問なども受け付けています。お気軽にご連絡ください。さて、海生病院のゴールデンウィーク中の診療はカレンダー通りです。土日祝日は休診、5月2日月曜日は通常診療となっております。連休前後は混み合うことが予想されるためお時間に余裕を持ってご来院ください。博愛会お達者クラブ、来週も博愛会の施設で元気に過ごしているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。博愛会に関する情報はホームページに詳しく載っています。ぜひご覧ください。やばいぜ博愛会、これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にご期待ください。博愛会お達者クラブ、この番組は社会医療法人博愛会の提供でお届けしました。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。